楽しいね。乃木町からはバウンドテニスご紹介します。じゃあ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずは競技の説明をお願いします。はい、一応ジュニア の競技はシングルスのみになってまして、7ゲームマッチの4ゲーム選手なんですね。で4年生以下の方はサーブが2本、5、6年生はサーブが1本しかありません。これルールとしてはテニスと一緒になるんですか？はいはい、そうですね、ほとんど一緒ですけど、ダブルスだけは交互に必ず順番で打たなくてはいけないんですね。どちらかというと卓球みたいな、そうですね、卓球のダブルスも交互ですね。交互ですね。だから4打目しかボレーが出れないとか、いろいろ細かいことがありますけど、まあ、とにかくラリーを続けましょうという競技ですね。このボール、あ、柔らかいかも。そうです。これはもうバウンドテニス規定のボールで、ラケットも規定で、こちらは50センチなんですね。はあ、50センチで、ネットの高さと同じサイズなんです。50センチの高さが、なんかもう、早速体験できちゃいそうな雰囲気。もう誰でもできますから。はい、簡単にできます。あ、じゃあちょっとどこか入らせていただいて。そうですね、入った。あ、このままこういう感じ。あ、こっち。そうで、膝をもうちょっと曲げると柔らかく、こう後ろから前にこう。はあ、はい、あ、意外な動き。1、2、3、1、2、3、1、2、3。難しい。鬼コーチ、おい、ちょっと まだ出る。でもなんか近くでやれてるから、なんか楽しい。表情も見れて、皆さんの表情とか息遣い見れるから楽しい。ちょっとなかなか当たらなかったけど、あ、面白い。楽しいね。で、向こうからこっち。はい、次は今度。はい、1ゲーム1本勝負頑張ります。相手は5、6年生。教わってない。後ろ、え、強くない球。え、何年生だっけ。5年生だって球強くない。1対0でアンちゃんの勝ちです。はい、ありがとうございました。負けた。やばいぞ、勝てないかもしれない。続いて中学1年生よし、いくぞ。入れ、入った。あ、難しい。あ、私は横着をした。横着をしたから今入らなかった。1対0で小鉄くんの勝ちです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。普通のテニスよりも6分の1 のコートなので、どこにでも持って行って気軽にできるっていうスポーツなのでいいと思います。お年寄りから子どもさん、もうみんな3世代くらいでやってるご家族もあって、ご家族で楽しめるっていうのも一つの魅力だと思います。まだ皆さんご存じない方が多いので、なるべく皆さんに知ってもらう機会を増やして、ジュニアもたくさんの方たちにやっていただいて、これから10年とか15年先に選手としていろんなものに出れるように育成していきたいっていうのと、これからもっとみんなに知ってもらって、こう気軽にやれるようにやってもらいたいなっていう気持ちはありますね。